皆さんこんにちは。こんにちは。ナオイチャンネルです。はい。ということで今回から見ての通り新しい衣装を買ってみました。どうですかこの派手なピンクとオレンジで。派手だよね。派手ですね。派手ですね。まあ覚えてもらっていいんじゃないでしょうか。わかりやすく、はい、ピンクとオレンジ担当でいきますんでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今回はロッキーのプレミアム G ハイブリッドをご紹介いたします。よイエーイ。では早速ゴー。Let's go。 乗ったわ。Let's go。 まずは外装から見ていきたいと思います。こちらライト周りなんですけれども、見てわかる通り流れるウインカーになってます。どうですか。いいですね。かっこいいですね。これ LED ですか。そうです。これは全て LED の仕様になっています。こちら流れるウインカーはですねロッキーの G グレードのみになっておりまして、はいはい、このフォグランプがつくのも G グレードになります。はい、続いて後ろに行ってみましょう。後ろのライトはこんな感じです。後ろのウインカーは流れないタイプですね。後ろのウインカーは流れないです。ただこのテールのデザインがスタイリッシュでかっこいいですよね。いいですね。ライトはこんな感じです。はい、続いて外装の違いをさらに詳しく見ていきたいと思います。まずグリルですね。こちらはハイブリッドですとガンメタ塗装のグリルになってます。ガソリンタイプだとピアノブラックの塗装になるのでちょっとツヤっとした感じですね。こっちの方がすごいですね。はい、続いてホイールいきます。ホイールはこんな感じです。こちらも、ハイブリッド専用のホイールなのでちょっとかっこいい、通常のガソリンタイプよりもかっこいいデザインです。でこちらが17インチ、 G グレードは17インチ、 X グレードだと16インチになります。はい、続いてドアハンドル、こちら G グレードなのでメッキです。また別のグレードになるとボディ同色なのでこれだとパール、ここも白くなります。メッキの方がいいですね。メッキの方がかっこいいですねって感じです。はい、続いてバックドアオープン。めちゃめちゃ広くないですか。広いですね。こんなに広い。広い中も開けると収納できるスペースがたくさんあります。はい、こちらパン注意キットがここに入ってまして、見えますか。でこちらスペアタイヤないものなんですけれども、通常グレードだったらハイブリッドがタイヤがスペアタイヤつけられないんですけれども、はい、ハイブリッドじゃなければ1万1000円でつけることができるそうなので、はい、オプションでつけてください。2室以上です。続いて内装を見ていきたいと思います。まずシートですね。ここが白ステッチになっています。フロントもリアのシートもどちらも白ステッチです。こちら G グレードは白ステッチなんですが X グレードだと赤のパイピングに変わります。でエアコンもブラックとシルバーですね。こちらも X グレードになるとレッドに変わります。あとはこちら本革、本革で、こちらも本革です。あとはナビですね。ベースがオーディオレスの状態なんですが、こちらは、9インチのナビがついています。オプションでつけてる状態ですね。でまた別のオプションでディスプレイオーディオもつけれますので参考にしてみてください。はい、はい、で追加で内装こちらですね。シートヒーター、運転席と助手席どちらもついてます。あとは充電も2つ USB ポートついてるので充電もできちゃいます。やったやったよいしょ。イエー。コンパクト SUV だと後部座席が狭いと思ってる方もたくさんいると思うのでちょっと2人座ってみました。どうですか。広いですね、うん、足も伸ばせるし、あとシートもそのふかふかで、うん、
か座りやすいです。ただリクライニングはもうここまでしか行かないので、まあ寝たりとか難しいかなと思います。はい、あとここに充電する USB ポートが差し付いてるので、うん、後ろの人も見えるかな。2人で充電できます。快適に過ごせるかなと思います、はい、ここさっきのシートの柄見えますか？ここ見てみてください。柄がなんていうの、サイダーみたいな柄はい以上です。はい、以上でロッキーの紹介以上になります。いかがでしたか？はい、ハイブリッドだとガンメタのグリルだったり専用のホイールがついてたり、ハイブリッドかっこいいし燃費もいいし、うん、とても魅力的だなと思いました。どうです？そうですね、思ったより広くてすごく快適だなと感じましたので、はい、ぜひ皆さん気になっている方はなおよと、ここは6号取り入れ店、はい、来てみてください。来てください。以上です。バイバーイ。